31年式速射砲は日本陸軍が明治31年に正式砲とした大砲。31年式野砲と31年式三砲の2種類がある。著名な重砲設計者である陸軍中将有坂成明が開発したもので別名有坂砲と言われる。日露戦争での主力砲として活躍した。合計は点五センチメートル、射程は 野砲が7800メートル、三砲が4300メートルとなっていた。砲身に設けられた砲耳の先端が射軸を兼ねており、砲身と砲耳、射軸が十文字型を描くような構成となっている。ロシア軍の保有する野山砲に射程では見劣りしたものの、砲弾の性能や将兵の射撃技術はロシア軍を凌化していた。野砲については日露戦争中に、 強格の修正や棒立ての装備等改良を加え、性能を向上させている。日露戦争の陸戦の勝利には、この大砲と28三地竜弾砲、30年式不標銃の貢献が大きかったと言われる。本砲は、後継の野山砲に置き換えられて、保管兵器となったが、後の満州事変以降の兵器不足を補うために、不標砲として、再び用いられるようになった。 さらに、インパール作戦では、野砲兵第21連隊が41式三砲に加え、分解搬送が容易な31年式三砲を投入している。1916年には、ロシア帝国に本砲百門が売却され、そのうち44門がフィンランド内戦を経て、フィンランドの手に渡っている。その後百三十七年になると、十二門が、 弾薬2万8000発と合わせて、スペイン内戦の共和派へ売却されたが、輸送船がベルメオへ到着する前にフランコ派の艦船から妨害を受けており、本砲が実際に陸揚げされたかどうかは不明である。本砲が即射砲と呼ばれたのは、初めて無煙火薬を使用したことにより、それ以前の黒色火薬による排出作業が不要となり、早く撃てるようになったことに過ぎない。 本砲は簡単な複雑装置しか備えていなかった。左右車輪の内側には、鈴見銅、砲がにはまたザバネが装着され、両者は工作で連結されていた。射撃の前には、リを両輪の後ろ側に取り付ける。台賀の後端には、中隙がなく、従来の火砲と同じ尻上がりの形状をしていた。発砲の反動で、砲がは後退するが、車輪が回ろうとすると、 鈴見道が工作を巻き込み、またザバネが圧縮され、その反発力で砲画を元の位置に戻そうとするものであった。この放射また座式では、発射の反動で砲画全体が移動してしまう点は、従来の火砲と同様であった。従って、人力で砲画を元に戻して、また照準をやり直さなければならず、速射砲といえども実際の射撃速度は1分間に、 二から三発とあまり高くなかった。また、邦画をまっすぐ後退させることが前提の設計なので当然ではあるのだが、方針の稼働範囲は不要のみで方向社会を与えるにはわずかの修正であっても邦画ごと向きを変える必要があった。日本陸軍が初めて本格的な中体福崎を備えた加砲を導入するのは38式野砲の登場を待たねばならない。 弾薬は分離薬莢式であり弾丸と薬莢を順々に装填する必要があった弾丸の作薬には黄色薬が採用された明治時代の陸軍の正式名称は明治31年から45年までは採用した年号を関数字二桁で表記しここに発音していた従って正しくは31式則射法というありがとうございます